速します。メイ走れ。やっ、この辺りです。以前も葉っぱから嫌な気配を感じたのですが、あまりにもかすかなものだったのでその時は断言できませんでした。ですが今は意識せずとも伝わってきます。この場所にあふれる惨悔や憎悪の感情はとても強い。漂白者さん、ここには何かおぞましい過去があるはずです。まずは無音区の中の残像を片付けましょう。気をつけてください。イエーイ。ドカーン。やっ、はあ、だ、やっ、ああ、幕開けだ。やっ、えい。この身を刃に。仏が同調。アンコールの時間だ。あんこに近づくな。ここには何かありそうですか？気をつけてください。攻撃してこないですね。お兄ちゃん、同じ言葉を繰り返しているようですね。しかしこれは普通の残像ではありません。残像とは本来他の周波数を吸収することによって生まれた存在。おそらくこの残像は人間の周波数を飲み込んだのでしょう。繰り返される言葉は襲われた人が残した意識の再生。つまりこれはその人の断末まであり、ここで起きた血塗られた事件の一端。ごめんなさい。いえ、そういうわけではないのですが、とても複雑な感情を感じ取りました。深い漂白者さん、私に考えがあります。私には救済を切望する声にあの残像の悲鳴、そしてこの村の悲鳴が聞こえました。この村は助けを求めています。このなここで起きたおぞましい事件、そして残された被害者の反響、これらの痕跡を見る限りそれほど時間が経っていないようです。風に残されたメッセージもまだ消えていません。無音区の影響かある人為的な介入なのかは分かりませんが、この出来事はまだ表沙汰にされていないようです。でも私は今私たちにしかできないことをすべきだと思います。被害者がまだこの場所にいるかもしれません。それに
危険な何者かの気配も感じました。この状況はシカにも伝えます。ですが正式な調査隊が到着するまで私たちで調査を進めてみませんか。すみません、根拠のない主観的な意見で。ありがとうございます、漂白者さん。では注意して進みましょうか。この子はここにいさせてあげましょう。幕開けだ。あんこのお友達をいじめるな。この後小さいですが何か変ですね。見てください、ここ大量の足跡があります。争いの痕跡ですね。ここで何かしらの争いが起き、そして負傷者が出たということでしょうか。うん、大きくなあれ。儀式で使われていそうな変わった木札ですね。どうしてここにこんなものが。普通は指導とかにあるはず。それにかなり古いもののようですね。過去の記録によるとこの村の人々にはある信仰があり、定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようです。その儀式で使われていたのでしょうか。他のところも回ってみよう。これはもしかしたらフラクトシデスの仕業かもしれません。フラクトシデス。はい、私も詳しくはないのですが、過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがあります。フラクトシデスは人間と残像を融合させようとする強敵な組織です。規模も大きく、過去には各国で何度かテロを起こしています。人間と残像を。フラクトシデスは今週でも活動の爪痕を残していて、確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれています。さらにその上には指導者である観察がいます。それぞれ異なる能力を持ち、格別に危険とされる存在です。彼らの本当の目的、それは世界の滅亡、永遠の力を手に入れるなど、その主張は様々で正確には誰にも分かりません。ですがその恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。全ての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者。フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがあります。フラクトシデス観察の一人、スカー。これは彼のものです。もし彼が関与しているのであれば、この村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありません。フォトンシンセシス、行きますよ。ああ、せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。
改めて自己紹介しよう。そうだ、俺がスカーだ。その残忍で非道な狂人さ。せっかくのご対面だ。邪魔されたくはないだろう。あの子はお前の判断を鈍らせる。そんなにあの子のことが気になるのか。そうだな、お前には嫌われたくないからな。ああ、あの子は無事だ。でも今は二人だけの時間を楽しもうぜ。関係ねえやつのことは忘れてな。話したいことがたくさんあるんだ。記憶をなくしたんだって。ああそうだ、教えてやるよ。すでにお前は争いの中心にその身を置いている。未知の存在の登場が熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだ。これまでお前が会った全ての人、あの子も含め、みんなお前の役割を理解している。ああ、この世界は貪欲で残酷だよ。生きている人間をただの駒として扱うなんて。だから俺が真実を教えてやろう。酷な運命に向き合おうとしている俺の大切な友達のためにな。そう、これは俺の誠意なんだよ。ではお前の選択を楽しみにするとしよう。俺の目的は至って単純、互いをより深く知りたい。ただそれだけだ。さあもう少しこの村をよーく見てみようか。答え合わせはその後だ。世界を知れば知るほどお前が何を選ぶべきかおのずと明白になる。俺たちのゲームがもっと面白くなるぜ。それまでは貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい、勝手に犯人扱いするなって。この村に何があったって聞きたいのか。直接は教えられない。そんなことをしたら興ざめだ。それに言っただろう、よく見てから答え合わせしてやるって。ほら言ってみろ、何を見た。へえ、もうそこまで気づいたのか。じゃあここで何が起きた。お前もここにいた人たちを信頼していないようだな。あいつらの言う通りだ。お前は特別だ。高い洞察力と正確な判断力、そして人間に対する的確な認識を持っていること、とても喜ばしく思うよ。では重要な手がかりを教えてあげよう。この村の事件はそう単純なものじゃない。この物語の登場人物は無垢な少女、人望高い村長、そして純朴で善良な村人たち。筋書きは愚かな崇拝、揺れ動く善意、知れ渡る嘘、奪われる命、そしてあの小さくて特別な存在、やがて迫る死。と、これ以上はネタバレだ。
さあこの村を見てくるといい。お前が紡ぐこの村のストーリー楽しみにしてるぜ。なんだ、まだ俺と話したいのか。断る。おっと、俺を脅そうなんて考えるなよ。今は手ふがっかりさせないでくれよ、漂白者。落ち着け、そう焦るな。俺もお前と戦ってみたいが、今じゃない。ここで手を出したらお前は舞台から退場することになってしまう。ほら、ここで何が起きたか知りたいんだろう。それとも結末を想像しておじけづいたか。真相も調べず、事実も明らかにせず、根拠のない噂だけで俺を判断するのか。いつもないがしろにされるおとなしい小ヤギには弁明する機会さえ与えられない。なら俺も遠慮する必要ないよな。おとなしく俺の言う通りにしてくれれば、あの子にも優しくしてあげる。だが言うことが聞けないのなら、どうなっても知らないぜ。試してみる？これは意外だな。こんな執着心見せつけられちゃ断れない。ならばお望みのままに。果てしない混沌。今のうちによーく考えてくれよ。どっちが正しい道なのか。お？もう見つけたのか。ポー！頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる。ヤギさんたちのお出ましだ。いや、気をつけろよ。足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めばいい。その先でお前を歓迎しよう。そう急ぐな。落ちれば粉々になっちまう。バッサリ。ほら、俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく俺の元に来たんだ。ゆっくり話をしよう。ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちになりたい？強靭の集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ。ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。
同調。えい、目走れ。幕開けだ。やっ、脅迫者さん。しつこいな。脅迫者さん。スカーの元凶を破りました。これで少しは。手加減してくれてどうもありがとう。脅迫者さんに近づかないで。俺と漂白者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで困る。そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている。わざわざ言わなくていい。漂白者、どうやら今回のデートはこれで終わり。ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあ、お前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。お前は賢いから、そう簡単には決められないだろうな。では、また近いうちに会おう。追いますか。私は大丈夫です。どうかお気遣いなく。スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。それで元凶を破るのにも手間取ってしまって、遅くなってごめんなさい。どうしてここに。これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。でもお兄ちゃんってまさか。可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。それより漂白者さん、私が来るまでに何があったのですか。基地村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に大義名分を与え正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。あれ、どうかしましたか。残像周波数の痕跡が2つ、そういうことですか。風が導く方向はあちらです。行きましょう。南か。二人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。はい、ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうか。どうか身の安全を第一にお願いします、レイン様。そういえば漂白者さん、前に見つけた木札を出してくれませんか。やはり間違っていませんね。
ここと同じ流れ息を感じます。木札の残り半分、ここに置けるのだろうか。やっやっ、気をつけましょうね。見てください、水位が下がっています。はい、下にこんな空間があるなんて変ですね。水の下にあったというのに乾燥していて、水たまり一つありません。植物もよく育っています。これもスカーの仕業でしょうか。確かに彼の能力であればそう難しいことではないはずです。よっと、あの木、綺麗ですが、綺麗だからこそ恐ろしくも見えます。助けて、私たちに何か伝えようとしている。ここには特別な何かがある。え、消えた。これは日記のようですね。最後まで、あの女の子は村の人たちの無事を願っていました。でも誰かの犠牲によって人が救われることなどありません。言葉を繰り返す残像もあの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょう。あの漂白者さん、少し寒くなってきましたね。帰りましょうか。すみません、脅迫者さん、あそこ少し不気味な感じがして。風はほとんどなかったのですが、それでもたくさんの時間を超えた感情や思いがあそこには渦巻いていました。期待、憎悪、絶望、そしてあの日記が綴っている悲しみと思い。日記の主は何を思っていたのでしょうか。過去の平穏な暮らし、それとも自分の家族。すみません、考え込んでしまいました。今後こんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが、私にはそう断言する自信も勇気もありません。これも私が東博に加入した理由の一つ。このような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由です。この世界の悲鳴を阻止することはできません。でもせめて身近な悲鳴を止めたいのです。ありがとうございます、脅迫者さん、そう言ってくれて嬉しいです。もう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません。
帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょう。では帰りましょうか。一緒に。どうどう、うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。どれどれ。うんうん、大丈夫そうでよかった。印の方は何か進展あった？フラクトシデスが今週に来てるなんて思った以上に厄介だね。細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない。誰もが等しく共鳴の力を授かるべきだって。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そうして力を手に入れたアーティファイサーと呼ばれる人をフラクトシデスの戦力として利用します。そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか。はい、ですが彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。真の目的は分かりませんが、それもまたレイン様が伝えたい情報の一つなのかもしれません。それにしてもあの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も記録もとっくに済んでたよ。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住させた。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはりスカーに連れ去られたのですね。はい、私たちでスカーを捕まえることができれば。あー、さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。レイン様はそれに気づいて漂白者さんに警告しようとしたということですか？フラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないこともレイン様はあらかじめ把握していた。ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。どうして？レイン様ならきっと何かしらの対策を取っていたに違いありません。さっぱりわからないけど、今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、闇にうごめくフラクトシデス、この全てが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体。
何があったとしても、あなたは私たちが知っているいつもの漂白者さんです。そうそう、残像とか音階とか全部素手で引き裂いてくれるあの漂白者だよ。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。あとは日時計だけか。モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした真のメッセージが隠されているみたいです。南を意味するスザク、羊の国スザク、これがカラクリを解除する鍵になるかもしれません。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには指針と外の輪にあるメモリを合わせる必要があるでしたね。つまり十二地支の、正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。それを指針に合わせたら完成ですね。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武、何度も強調された方位は、わあ、本当に解けた、すごい。私たち見ちゃダメだよね。ほらヤンヤン、早くそっち向いて。レイン様からのメッセージだよ。きっと極秘事項に違いない。しかもこんなに回りくどいことまでしたんだから、きっと極秘の中の極秘なんだよ。予備役とはいえ、公職を全うする者としてこれくらいのルールは分かってる。シカの言う通りです。交流に関する全ての資料が保管されているデータベースです。参照すればあらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は祭祀の管轄下にあります。なのでレイン様はアクセス権限を他の人に付与することができるのですが、実際に行ったことはほとんどないそうです。変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は精細かつ正確なものです。なのでもし高蘭類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのなら、あることを意味します。それは過去に漂白者さんは今週と何かしらの関係を持っていたということ、そしてその関係が普通の関係ではないということ。今週、それどころか交流にとっての大切な人ってこともありえるのか。もしかして私たちとんでもなくすごいやつに出会ってしまったのでは。どうかしました？他に何か気になることでも。はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。変帝は今週設置時に一番最初に落成した構造物で、今週で方位を示す時はそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を。ほら言った通りじゃん、やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって、レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。おいおい、ヤンヤンも余計に心配させないでくれよ。漂白者さん、
どうかお気をつけて。あなたの帰りを待っています。フォトンシンセシス、気をつけましょうね。聞こえ、ねえ走れ。そちらがデータベースの入り口みたいだ。あー、一部が水に浸かってしまっている。水位を下げれば先に進めそうだ。謎解きはまだまだ続くらしい。まずは中央にある施設を確認してみよう。おー、なるほど、確かにこの装置は楽器みたいだ。でも肝心な音が5つ足りないせいで演奏はできなさそう。つまり音刻に欠けている音を5つ全て入れて曲を演奏させればデータベースに行けるということか。吸音台の後ろから音がする。欠けている音の一つのようだ。装置に入れてみよう。やっぱり旋律が灯された。そっちのリュークを鳴らせるようになったみたいだ。水の下から昇る流昇、鐘を鳴らせとはこのことか。イエーイ。新しい通路が開かれた。一つ目の謎は解けたようだ。次はそっちか。他の音刻を探そう。と、ぽー、変形に残像が、いや本物ではない。投影なのか。だが破壊されても警戒モードは起動されないようだ。やけに静かすぎる気がする。これは次の音刻の情報？何やら方位が示されているようだが、最後の一文は何を意味するのだろうか。西に音があるようだ。走れ、イエーイ。よし、これで2つ目ゲット。
装置に戻しに行こう。水位が下がり、東と西にそれぞれ龍子が出現したようだ。他の王国の手がかりならそっちにありそうだ。一旦降りて行ってみよう。よっ。こっちが正しいみたい。指示にここまで手が込んでるとは、実に霊因だし。反対側の龍子も解除したみたい。念のため離れる前に確認してみよう。そっちの音、音刻か？イエーイ！やっぱりここだ。でもまずは投影された残像を何とかしないと。ここは交流の命綱といっても過言ではない重要な場所。投影だけで守れるとはとても考えにくい。おそらく霊院の目的は、今は先に進もう。3つ目の音刻も入手した。吸音台に戻ろう。新しい足場が登ってきた。道をつなげていこう。ボーや、燃えろ。あ、誰かの視線を感じる。音刻の音だ。4つ目も入手。いよいよ終盤か。ボもかなり下がってきた。よし、あと一つだ。どう？熱烈な歓迎だね。これ楽しいね。仏が同調。全ての音を集めた。吸音台に戻ろう。
これでデータベースへの扉が開く。フォトンシンセシス、気をつけましょうね。大きくなあれ。これが光乱類書、交流のすべてが記されているデータベース。ここには誰もいないみたいだ。とりあえずレインが到着するまで使えそうなデータを探そう。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかもこっぱみじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。こう罠か。まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らの遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。獲物が自らやってくるとは。今ここは二人きり。まずはその怒りを沈めてくれ。俺はただお前に忠告したかっただけなんだ。その目に映るもの全てが真実とは限らない。他人の言葉を疑え。何事もすぐに結論を出そうとするな。本当にとんでもない石頭だな。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はないのか。心配しないで。加速し、赤く舞い上がれ。渦が同調。いや、メイの登場だ。メイ来て。あんこに、あんこのお友達をいじめるな。いや、あんこに近づく。
どうやら後をつけてたこと気づいてたみたいだな、漂白者。俺の元凶は挟み撃ちでしか破れない。それなのにいつもお前のそばにはそれを可能にする心の通じた仲間が現れる。だが今レインと手を組むなんて俺は悲しいな。本当に人気者だな。無事ですか？大丈夫に決まってるだろう。彼女が傷つけば、傷つくのはこっちの心なんだ。漂白者、今回の俺の失敗はお前への贈り物と思え、ほんの気持ちとして受け取ってくれればいい。だがさっきの会話は忘れないでほしい。俺を選べば全てを話してやる。ほう、なるほど。レイン様に先手を取られたのか。お前らの企みは一体いつ計画されたのか気になって仕方がないな。謎を解き、レインの情報を得ることができた。でも時間はまだ分かってない。他にも手がかりがあるはず。日時計を回した時、それが示すものも変わった。光の下でならその上に指針の影ができる。偏底を中心とすると玄武の方位は北。牛の刻、夜が明ける前に。お互い守ることができたようですね。改めて自己紹介を。今志と申します。ようやく会えましたね、漂白者。それより遠回しな方法で試すような真似をしてしまいましたよね。申し訳ございません。ですが予想外の事態が重なり、他に道はありませんでした。今週は現在採取が不在です。はい、採取は文明の案内者であり守護者でもあり、そして文明そのものでさえあります。ですので採取の不在は大きな波乱を意味し、深刻な事態を招きかねません。漂白者、このことは内密にお願いします。今週の採取である核はフラクトシデスによって拘束されました。世はこれまでこの件を全力で追いかけていた。これがあなたに会えなかった理由です。ええ、世は核とある程度の感覚を共有していて、彼の記憶、感受と所在をうっすらと感じることができます。まだ所在までは分かりません。今も核が危険な状況にあることは感じています。しかしそれと同時に世は元凶を突き止めることができました。はい、フラクトシデスは悲鳴がもたらす災いを望んでいます。その観察であるスカーは三つの目的を持っています。一つ目は漂白者の尾行調査および勧誘。二つ目は核を確保すること。三つ目は名式を蘇らせること。何かの拍子で
漂白者の持つ力が知られてしまったのかもしれません。一番の可能性は核経由、そしてあなたの力は間違いなく彼らに有益なものです。反対にあなたが勧誘を拒否された場合、計画に支障をきたしかねない不安要素となってしまう。なので狙われた可能性が高いですね。スカーを捕まえる方法ならあります。それに彼の身柄を確保できたら、しばらくフラクトシデスはあなたに手を出せないはずです。なのでいかがでしょう、協力していただけませんか。身の安全は余が確保します。あなたの判断にお任せします。でもここに至るまでに印を通じて多くの情報を入手したはずです。さすがは漂白者、今の情勢は見た目以上にずっと深刻です。名識が再び蘇ろうとしています。文明の敵であり、その文明の集合的無意識に潜む憂いと心の闇、我々人類が克服すべき強大な敵です。我々もその災いを全力で防ぐ所存ですが、フラクトシデスも一刻も早く名識を蘇らせようとするでしょう。はい、前にあなたが倒して吸収した残像、無感謝は戦争そのものの具現、戦死者の怨恨、生き延びた者の恐怖から織りなされたものです。無感謝という残像は名識の力の投影です。今週が交流の最前線として不屈の精神と抗う意志を誇るのであれば、その誇りの裏にはやまない戦争に対する恐怖がうごめいています。あなたは肉体で名識の残像を吸収、さらにそれと共鳴することもできる。歴史には一人の英雄がいます。肉体で残像を吸収し、名識戦争で交流を救った英雄、今週設置の資料にもあの方に関する事象が記載されています。その英雄はあなたと尽きぬ関係を持つ可能性があります。はい、それは余一人の判断ではなく、核がそう囁いてくれました。あの未完成の彫像のことですか。はい、それが核です。そうなのですか。世にも教えてください。核に関することなら世が知っている可能性があります。これは先ほども申し上げましたが、世は核と共鳴できます。その記憶は全て核が実際に経験したものです。共鳴で似たような情景を見たことがあるから、つまり本当にあったことの可能性が高いです。ということは、あなたが歴史に名を残す伝説のあの方、核の隣に並んだ親友です。一般人と比べて共鳴者は長命ですが、確かに100年近く同じ要望を保ち続ける先例はありません。でも時間のことよりも他に気になることがあります。それは自分で見つけ出す必要がありそうです。核が最後にくれたヒントは、北楽の原に向かって名識を探し出す。北楽の原であなたの納得がいく答えにたどり着くかもしれません。名識の復活に伴い、内部の脅威も外部から迫る危機も
だんだんと表面化してきました。何もかもが交流の歴史にあったあの危機と似ています。これこそがあなたがここを訪れた理由なのかもしれません。いいえ、突如空から舞い降りた英雄に全てを委ねようとは思っていません。ただあなたには自分自身についてもっと知ってもらいたいだけです。今のあなたの一番の悩み事に対して世ができることはこれくらいしかありません。もちろん今週の力になっていただけるのならそれに越したことはないのですが、あなたの自分の過去を知りたいという気持ちを利用したくはありません。今週の人々は世の民であり、自分の民を守る役目を他力に任せるつもりは断じてありません。世が力を持っているというだけでなく、今週の全ての将兵と自分の役割を全うしている人々を信じているからです。あなたも己の身分が分かれば、おのずとどう行動すべきかについて結論が出てくると思います。そして交流に尽力してきた英雄なのですから、昔もそして今も。全てが終わった後、今週交流を離れたいのであれば、世は阻むことなどいたしません。何かあればいつでも世に連絡してください。ただここでのことはあなたと世だけの秘密でお願いします。スカー、交流領内で数十の重罪を犯した大罪人、レインの名をもってお前を逮捕する。言い開きがあればこの場でのみ聞こう。弁明ねえ、まあ物語の一つや二つ用意できなくもないが、お前らは納得しやしない。いや聞こうともしないだろうなあ、レイン様。あいにくくだらない社交辞令なら間に合ってるんだ。聞きたいことがあれば単刀直入に言え。いいだろう、その代わり正確に答えよ。何が知りたい？名識は新世界の扉を開く鍵だ。それらを集わせ真の悲鳴をこの世に降臨させることで新世界の扉が開かれる。何が知りたい？核は未来の予知、そして未来を修正できる採取。俺らの崇高なる理想の邪魔になる存在だ。決められた偽りの未来を打ち砕き、俺たちが享受すべき本当の未来を手に入れる。そのための障害であれば排除するのは当然のこと。何が知りたい？災い？呪い？天罰？浅はかだな。悲鳴は死と滅び、そして幾千幾万の残響をもたらす。それらが乱れ混じり攪拌される。新たな命と文明はそうすることでしか誕生しえない。何が知りたい？決まってるだろう、お前が欲しいからだ。台風の目に身を置きながら自分の価値の片鱗すら理解していないとは、鈍い、そして甘い。ああ心配しないでもいい、お前に対する興味は何があろうと尽きないよ。何が知りたい？核の拘束、名式の復活、悲鳴の加速、
今週に、いえ全人類にあだなす大罪だぞ。だが漂白者の勧誘は諦めよ。大事な今週の客である以上、指一本触れさせはしない。見事、見事だ。素晴らしい演説には賞賛を与えよう。だが名式の復活は目前に迫っている。今週が挟み撃ちされた時、果たしていつまでそんな綺麗事を話していられるだろうか。一度はそちらの計画を破綻させたならば、何度だって同じことはできる。最後にこれだけ聞こう。核の牽制、漂白者に対する尾行、基地村の待ち伏せ、あなた一人の仕業とは到底考えにくい。まさか。ああ、そのまさかだ。今週にいるフラクトシデスの観察は俺だけじゃない。やっと気づいたのか。以上、俺からの誠意あふれる回答だ。まあ、とんだ茶番だったけどな。お前らに何を教えたって何も変わらない。いや、変えることなどできない。歴史はただ正しい方へと進むだけ。そうだ、俺からも一つ質問させてくれ。核の失踪は俺たちの仕業、お前らはそう信じ込んでいる。でもよ、そんな単純な真相、物語としては二流だ。そう思わないか。何が言いたい？聞きたいか。ならおいで、レイン様。この秘密、お前だけに教えよう。いけません、レイン様。そんな、ありえない。意外？それとも驚愕？だがこれはまだ序章に過ぎない。お楽しみはこれからだ。そう、これが核自らが下した予言、決められた運命だとしたら、未来を司る存在である祭司がお前らを見捨てた、その事実が何を意味するか明白だとは思うけどな。俺たちはただ、やがて燃え盛る大火に変わる種火に薪をくべてやっただけのこと。なあ漂白者、俺と賭けをしないか。失った記憶を追うお前のこれからについて。危ない。お前は俺たちと肩を並べるべき黒ヤギだ。新世界へとたどり、その地を開拓する権利を持ち合わせている。なくした過去を完全に取り戻す時、お前は俺たちの仲間になる。その未来に俺は賭けよう。ブラクトシデスはいつでもお前の席を用意している。では漂白者、俺はその時を心待ちにするとしよう。ごめんなさい、漂白者。スカーの言う核については今週の根幹に関わりますゆえ、まだお話しできません。撹乱するための挑発か、それとも、とにかく核に直接確認しないと。核は今週の守護者たる祭主で、レインや政務に助言や補佐を行います。決断自体はレインが下すのですが、核の助言のない独断専行は合理的なものになり得ないでしょう。核は未来を予知することができます。その予知の軌道から外れる事象が起こったことはありません。核は未来の軌道を修正するためにいなくなったのかも。
にせよ、核の真意は核にしか分かりません。それと核からあなたへ伝言がありました。地から天へと注ぐ滝の雨の時、長き眠りから目覚めた者よ、北楽の花で良き将軍紀炎を見つけよと。ええ、紀炎将軍は北楽の原で残像長を食い止めています。明式との戦争の最前線で、それゆえにその地は最も危険な地域とも言えるでしょう。しかし核が地から天へと注ぐ滝の雨の時とおっしゃったのなら、きっと今はまだその時ではないということです。あなたが自身に関する情報を探していること、余も承知しております。何かお手伝いできればよいのですが、ブラックショアという組織をご存知ですか？厳しい選定基準、構成員の高い秘匿性を誇る謎めいた組織です。あなたが目覚めた日、ブラックショアのメンバーからの接触があり、その人物について尋ねられました。大丈夫です、彼らは敵ではありません。ブラックショアは悲鳴の規律を予想するシステムを築き、それを通じて各国と協力関係を保持しております。確かに霧がかった部分はありますが、決してフラクトシデスのような悪行に走る組織ではありません。ブラックショアのメンバーの数名はあなたの動向を観測するため今週寮内にいるはずです。今回の面会においてもその者たちの助力があったのですよ。この黒い花がブラックショアの証、全員一様にこれを身につけているはずです。漂白者、この一連の事件であなたも自分が置かれている状況を多少なり理解できたはずです。この世界の行方を揺るがした数多くの歴史的事件の裏に、眠りにつく前のあなたの姿がありました。ただ世の口から全てをお話しすることはできません。採用にある真相はあなた自身の手で見つけ出す必要があります。核の問題を解決するためにも、まずはその写真を頼りに調べれば何かわかるかもしれません。漂白者、どうかしました？やはりこの組織と何かゆえんがあるようですね。あなたの動きはフラクトシデスに厳重に監視されております。ブラックショアを味方につけることができれば、それに対抗する心強い助けとなってくれるはずです。我々も必ずや核を見つけ出します。そして得た情報は包み隠さず全てお伝えします。約束ですよ。ええ、これで決まりです。参加は、レイン様。しばらく今週を離れる。変帝の事務を任せる。承知しました。では漂白者様の護衛は？護衛はもう良い。今回は余も調理も不在となる。事務をこなせるのはそなただけだ。調理様もご状況に。中部大地で待ち伏せた際は特に情報を得られませんでした。おそらくフラクトシデスの存在を漂白者に示したが、中部大地での一件、そこで見せた横変の柔軟さは世の予測を上回っていた。次にまたスカーのように厄介な敵と相まみえる時は、彼女は自身の力で解決しなければならない。よと、
漂白者を信じて。はっ。レイン様がいかなる指示を出そうと、私はその実現に尽力いたします。審判も面会も終わりました。スカーはただ今週のレインとあの客人に自分の話を聞いてほしいだけだって。目的は分かったし、別にもう好きにさせても問題ないんじゃない？漂白者は印に託されたメッセージを全部解きました。策士として彼と会うのが礼儀なのでは？なかなか回りくどいメッセージでした。漂白者以外にそれを解けるものはないと存じます。些細な行為からその人の品格がわかる。漂白者もそれを知っているはずよ。それに語というのは相手を知らずにやった方が楽しいじゃないか。ま、どのみち彼女が核の予言通りに動いてくれればいつかは会える。話を戻そう。スカーから核の何を聞いたの？核は世と戦う運命にある。今週の未来に関わる戦いを起こすと。それは意外だね。でもその顔、あなたの想定内ってことかな？核との対談で感じた違和感、それと彼が残したメッセージ、うすうす気づいてはいました。疑問の息を出ることはありませんでしたが。そう。最後に感じた核の居場所はどこ？上昇山です。今週と違ってあの山は今でも時が止まっております。ふーん。核が最初に現れた場所で今週最古の集落か。なるほど。核は世が必ずや見つけます。一難去ってまた一難。そういう時こそ上に立つ者の決断力が問われるのよ。婚礼院、核よりもっと大事なことまだ残ってるでしょ？重々承知しています。ただこれは今週の運命に関わることなので失敗は絶対に許されません。もしかしてスカーの言葉に動揺しちゃった？そんなことはないです。彼の言葉は挑発や強さではなく、ただの疑問への回答です。世は各直々に選ばれた霊院です。おそらく予言が示すのは世が核と戦うということではなく、その戦いで今週の未来が決まるということ。しかし世がやるべきことは変わりません。本心に従いレインの役目を全うするだけ。へえ。微塵たる小石もいつしか高根を揺さぶる巨岩となる。調理先生の教会は今でもこの胸の内にあります。これは世一人で成し遂げることです。よろしい。このゲームも中盤といったところか。ではそろそろ打ち手の交代だ。あなたに任せる。わらわも五番の上へ赴くとしよう。うまく使え、今子。こたびの危機はどうであれ、わらわはあなたのそばにいるよ。果たして誰が打ち手で、誰が碁石なのか。どの道、やるべきことをやりきるだけです。